けよ。一体どの先なの。見えないもの。
広島みたいになるかもしれないからとか、すいません。そう、いや、よかったよ。楽しかったから。フォロー入れてくれた。じゃあ、きっかけから SU を入った。僕、留学生じゃないですか。で、僕が日本に来たのが1回生の時のちょうど3月ぐらいやって、で、その後僕の韓国人の友達も一緒に同じマンションの上の階に住み始めて、なんか2人で頑張って友達作ろうって言ったんですけど、その友達学校が僕らが入った時期から急にオンライン授業になって、なんかもう学校行ったことないっていう感じになって、で僕その当時はそのツイッターでその春から韓国で友達作ろうと思って頑張ってたんですけど、でまあ、サークル以外で友達ちょっと作って、で僕はまだもうちょい頑張るかとか、僕そもそも一人でできる趣味がめっちゃ好きなので、
まあ、男がようやるあれとか、あれとかいや、あれやったらめっちゃ時間すぐ消えるんじゃないですか。わかるでもあれのおかずを探すのも結構趣味だったんですよ。毎日その僕はいろんなジャンルとかいろんなその 2D とか 3D とかでいやもう引退だからもうどうせ多分こういうイメージでも多分これからも生きていけるので探すの好きやって、まあ、これプラスあのゲームの配信とかゲーム自体もめっちゃ好きでハマってて、もう別に友達いなくても、まあ、なんとかそのオンライン授業なくなるまで対面になるまで俺は頑張っていけるなと思ってたんですけど、その韓国人の友達、仲いい友達はそのホームシクだったっけ、発音合ってる、ホームシク、あで、すみません、すみません出そうとしたわけじゃなくて、あのいつもこういうなんか MC、真面目な MC はちょっとやめようと思って面白い MC しようと思ったらいつの間にかこんな自分を犠牲にするネタが好きになってで、まあ、あのその友達韓国帰って、でその春から韓国で仲良くなった友達もスポンサー入って、で僕もスポンサー入ろうかなと思ったんですけど、その時なんかミセスとかラットとかあのめっちゃ好きで、ライブもこれからどんどん見に行こうと思ってたんですけどね、まあ、ミセスは今一回活動中止になって見に行けんかったけど、で、あ、じゃあ慶応一回やってみようかな、あの慶応の漫画の方の慶応もめっちゃ好きだったんですよね、アニメか。そうで、なんか韓国って大学も含めてそんな慶応とかが活発じゃないんですよ、バンド自体が。もうあのテレビとかもその音楽の番組とか見たらラッパーとかヒップホップとか、僕もそっち系好きだったんですけど、アイドルとかよく知ってる BTS とかとあって、そういうの好きで、あ、そういうの好きじゃないけど好きじゃない、好きじゃない、アイドル好きじゃない、で、あ、じゃあバンドやってみようって思って Twitter でこう調べてみて、で一番上にあったのがなんかかっこいい狼があって SU の彼女ややこしい出さん出さん出さん、今回の MC では全然彼女のネタとか出さんからすいません、忘れた、あ、そうそうそう、で入ってその最初やっぱ対面進化ないんですよね、でオンライン進化みたいな Zoom とかで入ってってなって LINE グループ入って、あ、Zoom じゃないわ、最初 LINE でしたね、 LINE 通話みたいなで入ったらなんかみんな怖くてそう、みんな顔が日本人やなっていう顔してて、あ、これ日本におんのか今、え、でも唯一ちょっと R 字は僕の韓国の友達と似ててちょっと R 字でそれで仲良くなったかもしれないんですよ、いやそれ韓国に悪いわで、まあ、みんなめっちゃ一応一回生だけど結構まあ音楽興味ある子が多かったからいっぱい喋ってて、で僕はなんかそのこういうバンドが好きというだけでそんななんか詳しくわからんかったから、まあ、ずっと黙ってたんですけど、一回ヤモリさんとそのジャイさんがおる LINE グループで、あの LINE 通話でその筋トレの話が出たんですよね、で僕あの浪人したんですけど、浪人生の時あの勉強サボってその塾の下にあるジムとかいっぱい通ってたんですよね、多分その時もっと勉強したら今感覚じゃなくてもっといいところ入ったかもしれないけど、まあ、あの筋トレめっちゃ好きで、もうなんならあの僕人服なんですけど、人服の人間科学なんですけども、運動に関する就職先を探そうと思って来たんですけどね、まあ、でちょうどそのヤモリさんとジャイさんとそれの話をして、おこれ俺も入れるやと思って、あ僕も筋トレ好きですみたいな話をして、で その時山森さんから紹介してもらったそのあのなんか筋トレサークルみたいな入って、一回も活動がなくてなんか LINE そのプロフィール見たらめっちゃ、まあ、先輩たちいっぱいおったんですけど結局一回も会えずそのまま、まあ、終わって、でそっからあの、まあ、一応
どうせサークル入らないと友達はできんなと思って、もうその時あの春から文学で仲良くなった友達とはもう結構こうなったんですよね。スポーツ入る気はなかったから、なんかスポーツってなんかやりさというイメージもあって、まあ、KO もあんま他のサークルから見たら変わらんと思うけどSU がおかしいだけかもしれんけど、今の SU がであって、じゃあとりあえず対面進化あるからそれ行ってみようと思って、まあ、行った時に、あ、何やりたいって言われて、あ、え、何がいいと思います、一番お金かからないやつって何ですかって言ったら、ボーカルかドラムやなって言われて、ほなドラムかってで、最初横チンと一緒におって、その時あドラム頑張ろうってなって、その時ちょっと僕頑張って喋りかけて、あっちも結構多分外国人だからちょっと苦手だったかもしれないんですけど、頑張ってちょっと話してくれてほんまにありがたいんですけどね。でまあ2人でなんか個人に入ったり、途中でその時ドイちゃんと仲良くなって、だから僕もサークル掛け持ちも別にいいかと思ってたんですよね。で対面進化の時に楽器触ってみたりするのがあって、でなんか一回 PS と SU のなんか合同 PS と SU だけとりあえずあって、でそこで PS の高谷さんでしたっけ、合ってますにラーメンを奢ってもらって、それで PS 入ってで、じゃあその時ラーメン食った5人ぐらい一緒にいたんですけど、1回生4人入ったんですよね。大五郎とかまだあって、まあ、PS は今やめたんですけど、ちょっとバンド的に合わなくて、で、まあ、横地とも仲良くなって、でその後なんか1回生でその対面進化でちょっと喋ったことある人たちでライングループ作って、ちょ1回生だけで集まってみるってなって、その時横地の家、ごめん、え、ペーターじゃない、どう、多分ペーターの家、そう、同じアパートだったけど、そうや、そう、ペーターの家行って4人でなんかこう、俺ら大学生みたいな感じで写真撮ったんですけど、なんか今見たらめっちゃ4人ともダサくてまあ、RG はもう今の状態でメガネかけたら一緒なんですけど、あ、あ RG がずっと恥ずかしい、あ、おらんかったか、ごめん、その時なかったかもしれない、その時多分忘れた、その時おったのが多分ペータとエミルと横地がおって、で、まあ写真撮って仲良くなって、で、その後まあ話飛ぶと、その、まあ、また対面しかいろいろあって、まあ女の子たちとなんか喋ってみて、で、旧髪の広志みたいな、まあ、言いたいことがあって、これが他の人には言ったんですけど、今いないそのモエアンというドラムの上手い子がいたんですよね、一応今はいないんですけど、まあ多分配信も見てないやろうな、ね、で、まあ、男だけで、まあ、男ここで飲んで、で飲んで、ここは酒も飲んで、で女の子たち普通に先輩と喋るっていう感じだって、で広志が酔ってて、冗談で僕と萌えやんで、なんかナンパとかしてみろよって言ったんですよ。で、で広志がさ、じゃあカラオケ行く？あ、いいよって言ったら、ガチでもう行って、ビューのところに。で、その時僕、あ、これ絶対多分男全員嫌われるパターンやと思って、ジャイさんその時外におったんですけど、ジャイさんに話しかけて逃げたんですよね。そう。でもまあ、逃げたけど、まあ、見事に、ミユに男全員嫌われるようになって、でその後からまあどんどん仲良くなって、男たちでも女の子の仲やったら日向とヤクルトがちょっと仲良くなって、で1回生で1回生2回生、その当時も1回生2回生でユニバ行ってて、あれがめっちゃ楽しかったんですよね。なんか大学生してるなと思いました、その時。ありがとうございます。え、ちょ、話長すぎ、もしかして。大丈夫、ごめんなさい。と思うからよかった。で、1回戦でなんか、まあ、横地にその時実家帰っておらんかったけど、旅行とかも行ったりして、その時なんか、あ、これが陽キャ大学生かなって勝手 に自分で思って、で、その時もうその次の年か、ピカちゃんたち、ピカちゃんとめぐみとじゅんなと入って、なんか一緒に遊んで、あ、これが大学生か。あれは大学生じゃない。あれは
あのボランティアサークルかな陰キャたちが集まって一緒に頑張って遊んだ感じかな。いや、あの女の子たちじゃなくて男たちだけで遊ぶときね。まあ、それはそうか。そう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 。って思ったけど、まあなんかどっちも遊ぶときめっちゃ楽しくて、ピカちゃんと遊ぶときもほんまに楽しくて、なんか、まあ、日本ってこんな、多分自分そんな韓国おったときは女の子の友達とかおらんかったから全然いなかったんですよね。で、多分無理だなと思って、こんな素敵な大学生活って思ったんですけど、ピカちゃんと ピカちゃんたちとそのミュウたちのおかげで、なんかちゃんと大学生みたいな大学生ができて楽しかったです。すごくありがとうございます。で、まあ、バンドの話をすると、でまずこのフェールダスクというバンドを選んだ理由が、あの僕が2回生の夏ぐらいでしたっけ、教えてもらったのが夏ぐらいに、でまず僕が結構興味があってメタルに、でドカメンさんがハロ、こういうバンドどう、めっちゃかっこいいよって見せてもらって、でその時ボーカルがなんか青髪でなんかこういうの書いて、なんかこう座ってなんかなんかこれでなんかラップしながらシャウトしてて、なんかあめっちゃかっこいい、こういうバンド一回見に行きたい、見に行きたいなと思って、で2回生の年末に1回ライブ見に行ったんですけど、僕今までライブ見に行ったのがあのラブライブだけなんですよねラブライブ2回行って、でもうバンドとか全く知らなくて、でまあライブってどんなんやろうと思って、最初に見に行ったのがペールダスクだったんですけど、そのペールダスクは半年前に1回炎上したことがあって、あのコロナの中でめっちゃモッシュとかマスクなしでやってて、でそういうところのなんかもっとその質の悪いライブハウスでやるみたいな感じのところを偶然僕と狼が行っちゃって、でめっちゃ殴られてなんかあのでっかいおじさんがそのなんかメタルだから暴れるんじゃないですか。僕今までメタルってなんかこういうなと思ったんですけど、なんかこういうのをやりながらなんか走り回るんですよね、真ん中で。僕普通にあの顔殴られて、どこにこいつって見ながらこう探しても、なんか別の人がこうしながらこれ無理やなって、もともとこういうのかって思ってて、でまあその曲終わった後、その多分僕の顔を蹴ったおじさんみたいな、なんかめっちゃでかかったんですけど、なんかいや楽しかったなーなーみたいな、なんかめっちゃ運動したっていう感じの顔してて、乗り見せかったんですよ。お前らは人殴るのが好きなのか、それのためにメタルとかこういうラウド系のライブを見に来んのかって。でその時はちょっとああこういうのも二度といかんとこと思ったんですけど、なんかその最後の曲でそのペールダスクがこう僕がそのなんか押されて一方的に最前列に行っちゃったんですよね。で最前列に行ってもうあのここに押されて、あーってなって、なってる上で、ボーカルがなんか歌いながら僕に、知らん、僕知らんかった、なんで知らんかった、だからなんかみんななんか、歌ってなんかボーカルが知らんねんかよみたいな感じでなんか押されたんですよ、ボーカルに。マジで性格悪いですよ。でもその当時はあれがなんかあなんかちょっと好きだなと思ったバンドのボーカルの人に触られた。え嬉しいってなって、ツイッターとかインスタに今日のペールダスクのライブ蹴られたへへみたいな載せてたんですよね多分。まあそれもあって普通にボーカルが僕の方でこうなんか頭なでなでっていうかなんか。押されたな、どっちかというとえでもそれがすっごく楽しくて、なんかその見てる観客たちと一緒にその一緒にできるライブ、まあ、他のバンドも一緒にできると思うんですけど、やっぱあのこうボーカルがこう行ったりすることあんまなくないですか。やっぱないからないんかな、まあ、とりあえずそういうのが好きで、まあ、このバンドめっちゃ好きだからこれからもライブ行こうと思って行ってて、でまあ普通にペールダスクのライブがなんかビッキャとかあるときは全部見に行ってて、で
あでもむずすぎるんですよね。あの先輩たちめっちゃありがとうございます。ほんまに多分絶対むずいんですけど、あの岡村さんとか同期も頑張ってくださって、でジャイさんとかも最初僕このバンド絶対できんから、クライボロとかあのまあビーバーもめっちゃ好きだから明日やるんですけど、ビーバーで引退しようかなと思ったんですけど、なんか前の合同でジャイさんにあのテレスクやりたいんですねって言ったら、マジでやろうってみたいな、一緒にライブ見に行ったことがあってペルタスクので、ジャイさんがやりたいって言ってるから、これは今じゃないと無理やなって今言おうと思ってやりましょうってなって、でジャイさんがじゃあメンバー誰にするってなった時に、ドカメンさんめっちゃ好きだからドカメンさん誘って、で僕アズマさん大好きだからアズマさん誘って、でまずあのニマさんがその最初はペールダスクの本家のギターの人がなんかエグいほど動くんですよね。なんかもうギターなしでもなんか動けないぐらいの空飛んでるんですよ。ガチガチガチ。その動きが最近練習してんねってなんか一回ニマさんが言ってて、ペールダスクの話したなんか何ヶ月後ぐらいで、あじゃあやってくれますって言ったら、あそっかってなってだったらあの和樹さん僕引退もさせてくださって、で卒業ライブにもさせてくださって、じゃあ和樹さんもめっちゃかっこいいし和樹さんにしようと思って、しようっていうか上から目線みたいな、すいませんあの和樹さんやってくれませんかってなったら、あのパウル俺の引退とか卒業ライブやってくれたから俺も頑張ろうっていう人がめっちゃ嬉しくて、でこのメンバーで自分がこの日本来て一番好きで一番ライブ見に行ってたバンドをやろうってなって、で今回ベールダスクをやるようになりました。で、あ話長すぎ大丈夫、もうちょい喋ってもいいですか。いいよ。であの今配信見てるかどうかわからないんですけど、ダンディさんが好きで、僕普通に人間としても好きで、あ、言わん方がよかったな。で、なんか一緒にいたらめっちゃ楽しいんですよね。なんか酒もたまにおごってくれるし、で、まあ僕がそもそも最初ミセスとかラットとか好きだったって言ったじゃないですか。で、最初あの先輩たちのライブを見たとき、なんか、まあ、今は多分ないんですけど、まあ、今日やってくれたらいいなと思うんですけど、やってくれるかな、あのこうしたら回ったんですよね。回ったんですよ。あれがもう衝撃的すぎて、This is 日本って感じの。で、あ、でもこれ無理やなって、ちょっと俺にはきつすぎるってなったんですけど、あのその後のその先輩たちの引退ライブ見てハマったんですよね。なんかどんどんなんか洗脳されるように、なんか最初は遠くから見て、途中からは真ん中で見て、で最後学祭ぐらいでは俺がこれ持ってベガスの時白目でブカメさんも一緒にこうやってて、なんかあこのサークルいいな、こういうバンドいいな、やってみたいな。で僕歌下手だから、その歌下手だけどそんなのあんまり恥とかないんですよね、ステージ立ったら。だからもう人と目合って合わせてライブするのがめっちゃ好きで、でまあ最初ドラムやったけど、まああのなんか話がこうなって、あそうまあドラムもやったけど、ラットでドラムやったけど、あのもう一個なんか僕がボーカルやりたいなっていう感じちょっと出したら、その東さんが一緒にやるってビーバーやるって、でその時コスガも一緒にやってくれて、でビーバーその時あんまり2曲ぐらいしか知らなかったんですけど、青い春といういい曲も知って、東京流星群といういい曲も知って、で、まあ、熱い系のボーカルになろうってまず思ったんですよね。でそっからあのナンディさんとかのライブを見て、まあギターを嫌なんですよ、僕嫌いなんですよね。あのギター持ったらなんか動けなくなるから、なんかこうなるんですよ。こうするんですけど、まあ、なんかこうしますよ。夕焼け見やしてる。
一回戦の時、三代目さんとソラさんとアリーナさんといっぱい遊んでくれてほんまに嬉しかったです。あと修正さんもで、まあでお、そういう、まあ、ギターボというよりはピンボで行こうと思ったんですよね、その時。まああのヒロシとかタケとかその時も歌めっちゃ上手くて、こいつらに勝てるためには俺の長所を生かすべきであるっていう。で、1回戦のワープゴードの時リーバーやって、歌詞ちょっとミスっただけなのに、あのビッキャのその後ろの楽屋でバリ泣いて、でその時修正さんがこう来て、お前いいやつやなって、 DM 社入ってみるって入りまくって、DM も入ったんですよ、ね。涙につけ込んでる。でもそういうのあって、まあ、熱いライブ、人とこんな触れるし、こう目合わせて楽しくできるライブ、その見る側が楽しくできるライブをしたいなと思って、今までビーバーとか遥か未来とか、まあ、VK もやってみたし、まあ、一回途中でミセスのボーカルやったんですけど、あれはもうハウル二度とせんといてって言われたからまあ今この場所多分いないと思うんですけど、あの鳥の先輩と一緒にその僕がこう座ってみたいな、歌ったらなんかその時歌う時ちょっとこう見たら主の顔がちょっと死んでてこれはやめとこうってなって、まあそういう気はやらんとこうってなって、まあ自分の長所を生かせるこういうメタルバンドやろうと思って今までこうやってきて、やっとこのペールダスにたどり着いたっていうわけなんですけど、そろそろ時間ないかな、なんか後輩同期先輩にちょっと言った後終わります、すいません。まず後輩に言うことは、なんか今まで何をしたっけ、ペールダスにたどり着くまでが長すぎる、お前寝るなよ、もうちょい聞いて、寝てない。2回戦も1回戦もなるんや。昨日 PM のライブ引退するとき、あ、これ仲間は絶対やったってなったんですけど、なんかみんな今まで、うん、1回戦2回戦仲良くしてありがとう、仲良くしてくれて本当に。なんか僕人の悪口大好きで一回ほんまにやりすぎて、あの一回その時あの先輩たちとかその主に主とエミルが僕の家来て、お前ほんまにやばいで、そろそろやめなって、あ、そっか、でもやめられへん、どうしよう、あんまり人と会わんかったらいいか、でその後からあんまり遊びとか行かんくなったんですよね。で最近なんかみんな僕のこと、あ、ハウルちょっとなんか昔よりちょっと丸なったなって言う人おるよな、多分全然丸なってない尖り調べしてる、そうハウツとか分かると思うねんけど、あったらもうえぐいほど言うから、最悪こんな僕も愛してくださいみんなで、あ、ちょっとマシになった1回戦2回戦ほんまにあの僕みたいな先輩と、正直、まあ、外国人だから発音もそんな良くないし、まあ面白くないと思うねんな、俺みたいな先輩でも、みんななんか俺が飯行こうって言ったら、あ、全然いいっすよって、ハーツとかひいちゃんとかボンクも、まあ今はあんま行ってないけどじゃあそれがあの僕が最近人と会ってないからっていうことですよ。最近ひどいからちょっと人と会うの控えとこうってなったら、あんまり人と飯行かなくなるっていう感じですね。なんか1回戦2回戦、まあ言ってない人もおるけど、アリアとかも、いやもう飯行ってない人でも、なんかハウルさんハウルさんって呼んでくれて、なんかこれ中学と高校の時はそんな後輩と喋ったことないんですよね。なんかもうなんなら僕身長ちっちゃいから後輩の方がでかくて怖かったんですよ。もうなんか身長と関係なしで普通にそのサークルの先輩として僕を見てくれて、どんだけ僕が下手なライブしても、あ、ほんまにかっこよかったですって言ってくれて、
そんな後輩たちと一緒にサークルライブができて本当に楽しいサークル生活やったなと思います。ありがとうございます。あとこれ以上言ったら多分泣くからまず同期に行きます。言うていいの？いや、残りは打ち上げで。同期はなんか俺らなんか悪かった時期もあったし、春学とかでめっちゃ揉めたし、もう死ぬほど揉めたし、三代目さんがなんかいらんことか言ってみんななんかうんってなった時もあったし。あ、まず後輩にこれだけ言おう。仲良くなる先輩はちゃんと考えてやって考えてやってみよう。え、でもこれもあの別に悪い意味で言ったわけではないと思うんですよ。あの好きです、三代目さん好きです。で三代目さんもこういうのはあのなんかあ、もうカバーできんくなった。めっちゃ好き、三代目さんめっちゃ好き。ただケガしただけだ。飲みましょう、打ち上げで一緒に。一回飯おごってください。厚かましい。僕も一回おごります。お父さんのカードで。お父さん多分この配信見てるんですよね。僕引退って言ったら見るよって。もう日本語わからないから多分何言ってるかわからないです。カードありがとう。原神というゲームに2万円課金しました。でも欲しいキャラ出たから俺は満足してる。全部お父さんとお母さんのおかげで。ちょっと話外れるけど、あのそのお父さんが学費払ってくれてるんですけど、お母さんが LINE であの51万なんですけど、学費は56万って言って、残りの5万はお前のお小遣いにしなって。ああありがとうって言ったら、お父さんがなんか高なったな。多分あの奨学金のやつがちょっとなくなったから、なんかその減免のやつがなくなったからかもしれんよって言ったら、あ、 OK、 なんか最近お金使いすぎんって言ったら、ライブ動画とか写真とか送ったら、しゃあないかって。優しいな。な、一人子だからかな。え、なんでここまで来た。まあ動機、まあでも三代目さんの話から飛んだか。三代目さん好きで、僕ら仲悪かった時期もあったけど、鍋とかあの最初 PS おったんじゃないですか。僕も PS おったけど、なんか喋りたいなと思ったけど、鍋とずっとあんまり引退するまでそんななんか喋れなくて悲しいなと思ってます。鍋ちょっと喋って、後で。後でじゃなくて打ち上げでもいいから仲良くなりたいです。で、あの RG とか ML とかペータとか横陣とか、その同期の主に男ヒロシとか好きです。好きです。好きです。なんかずるいって、ずるいって。やっぱなんかみんな留年とかしてその長く残るとしても、僕も兵役があってもう1年半ぐらいみんなと会えないと思ったら悲しくなるんですよね。まあ、まだ時間あるけど、なんか特に RG とか、いや、ホモじゃないです、 RG 好きだけど。で、なんか飲み会とかさせてくれるし、今からハルキー行ってもいいとか、肉食いに行こうとか、その一つ一つが全部ありがたくて、ちょっとよかったな、マジ楽しかった。あー、ほんまにピカちゃんもミュウちゃんもミュウさんもミュウ姉さんも
あの日向も、まあ、言ってないけど、その他の女の子たちもで、RG、エミル、ヒロシで、今ここいないけど、モエヤンと、ね、みんな言ってない人たちもみんな大好きで、悪口たまに言ってるけど、それは本音じゃないって考えてほしい。ガチ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 、たまになんかそういう雰囲気に乗って言っちゃうね、悪口を。ほんまに悪いから、それは。あの、後輩はみんなこういう人にならないように、友達失う、マジで。こんないい動きじゃなかったら、まあ、とりあえず、なんか仲悪かったけど、結局みんないい感じにまとめて、こんな素敵な学祭ができて、まあ、よかったなって、みんな。ん？よかったと思う？おじいちゃん、おじいちゃん思わない？こいつなんか今日寝坊したんですよね。カモの引退見れなかったんですよ、こいつ。最悪、最悪やん。で、俺の引退見れんかったらお前ガチで殺すから。こんな悪い言葉使ったらあかんのにね、また使っちゃったね、ごめんなさい。まあ、同期はこんぐらいにしよう。これ以上言ったらまた泣くので。で、先輩たちは最後にした理由は、まず僕SU 入ったまずきっかけも、その先輩たちと仲良くなったからのもあって、最初は2回生の、今の3回生か4回生の先輩たちとか、最初ら辺はほんまに僕しか関わりがなかったというか、ほんまに最初なんかなかったんですよね。ほんまに最初なんか一緒に遊ぶ、個人的に遊ぶのが、でもまあそのぐらい僕が先輩たち好きという自慢。俺の方がさっき仲良くなったよって、男の先輩たちと。あのジャイさんの代は抜き、それはヒロシとナベとエミルオタロで。で、先輩たちのライブを見ながら、いつか俺もあんな素敵なライブ、特にナンディさんみたいな、ナンディさんもともとでかいんですけど、でかくなくてもでかく見せるライブがしたいなと思って、で、なんかで、そういうライブができてるかどうかわからないんですけど、みんなそう思ってくれたら嬉しいなと思ってます。あと、まあほんまに4回戦の先輩たちも、まあ、今ここいないかもしれないんですけど、まあ、オルフェウスさんとかもほんまにありがたいなって思ってます。うっ、おるおるおる、ライブ見に行きます。絶対見に行きます。山森さんとプロデューサーのファンとかやってるんで、まあほんまに鴨川チルドレンも楽しかったし、1回戦の時川行ったのも楽しかったし、山森さんが怪我したのもめっちゃおもろかったし、あ、なんかいろいろ省略してるけど、ちゃうちゃう、山森さんが怪我するのが楽しいんじゃなくて、それを見るのがこれもおかしいか。とりあえず先輩たち大好きです。こんぐらいにするか。もうこれ以上言ったらもうキリがないな。もうの SU のハウルじゃなくて韓国人の、バックエフルとして、감사합니다。みんな、あの、頭振るのもいいけどさ、もっと楽しい暴れ方あるんじゃないかなって、まあ、物壊さない線で脱いでも店にいいし、あの女の子以外、女の子以外いや、あの、パンツ脱がんといて、俺マジであの男のあれ見るの嫌やからさ、できればズボンも脱がんといてほしいな。ジョーラで言おう。ほんまに合宿でびっくりした、もうあれ写真見た瞬間、もういかんとこかなと思ったから。いいお尻やったけどな。とりあえずこれで最後の曲
曲やりたいと思います。みんなありがとうございました。みんなスマホ持ってる？スマホのライト出して。最初 LINE グループでこう、まあ、なんか一緒に聴いて歌ってって言おうとしたんやけど、そんなのいらないと思う。もう心からもう叫ぶ感じでもいいし、口でも言ったら嬉しいし、とりあえず俺を真似してほしいな、まあ、とりあえず俺からやるね。Let's go!